はい、皆さんこんにちは。タイガー村長桜井です。そして吉住美代です。そして本日こちらの方に来ていただいております、ディレクターの広瀬です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけでですね、本日はセブンスリバースディレクターの、広瀬さんをお呼びしてというか、本日ですねガンホーさんにお邪魔しておりますというわけで、なぜね今日ここに来たかというと、12月15日から始まる、アサルトバトルの、本戦の解説を本日は広瀬さんにしていただこうと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実際このアサルトバトルっていうのはどういった、そうですね、ゲームやられる方のイメージですと、ざっくり言うとまあレイドイベントみたいな。あ、なるほど。結構もう強い HP も高いボスと戦っていただくイベントなんですけども、はい、ギルドのみんなと協力して、まあ倒していったりとか、はい、あのポイント稼いでいって、まあみんなで頑張れば自分にも非常にメカにも帰ってくると。なるほど、はい、ギルド入ってない方も結構多いんじゃないですかね。入ってない、はい、すぐに入りなさい。はい、すぐ入ります。はい、皆さんもぜひ。お願いします。アサルトバトルのですね、イベント期間って簡単に言うと2部に分かれていて、はい、12日からですね、15日、12から15、ちょっとまあ準備期間という形で、はい、あのこのアサルトバトルというものがまあなんで起きてるのかと、あの倒すべき、まあ、敵がいるんですけども、その敵がなんで出てきたのかっていうのがですね、ちょこっとわかるとある、まあ、可愛い妖精たちに働きみたいのがあってですね、そのストーリーがね、ストーリーがあって、はい、でその、まあ、導入のですねイベントちょっとぜひあの見ていただいてから見ます、参加していただきたいと思います。で、その、まあ、準備期間中に実際にですねボスと戦うことができるんですけども、はい、これはちょっともう弱くてすぐにもあ倒せてしまうんですけども、はい、その後に控える本戦がですね、15日当日から始まってですね、あの準備期間と入れ替わりで始まるんですけども、そちらであの戦っていただくこの本戦の実況をちょっとご紹介していきたいなと思っております、はい、このイベント期間はですね、はい、このワールドマップの、右の方にアサルトと書かれたアイコンが出てます。でここからアクセスすることもできますし、はい、ですねちょっとマップ上にも実際に湧いてたりする、はい、おおった、うん、へえ、沸かしときました。あれが今回の、アサルトバトルのボスと。そうですね、はい、これはもう各地沸かしたところによって点々と、湧くんで、今たまたまここにいるんですけれども、はい、でちょっとこれ探すの大変なんで、はい、さっきの右のアサルトっていうところを押すと、もうまあ、マップの方に行けるんですけれども、いっぱい湧いてますね、はいはい、ちなみに、まあ、ちょっとイベントのトップの、はい、まあ、ご紹介とか、はい、こういうところも見えますので、はい、かわいいかわいい、今の順位とか すごいことになってますけど、順位がそうですね、右下の子がとりあえず可愛くてもうダメなんですけど、そっち行っちゃいましたか。そっちしか見えてないですね。最初の導入のイベントで登場してくる、はい、妖精ちゃんです。妖精ちゃん、うん、じゃあこの妖精のために頑張ればいいんですね。そうです、わかりました。この妖精ちゃんね、はい、うん、集めることもできてですね、えこのイベント期間中に集めて、うん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 、アサルトバトルに挑むと、うんうん、いいことがあるというのをちょっと覚えておいていただきつつ、可愛いだけじゃないと、可愛いだけじゃないですね。じゃあ実際にちょっと行ってみましょうか、はい、うん、じゃあちょっとお借りします。ちょっとすごい怖いんだけど、まがまがしい。ホストが、はい、小中大とあって、はい、大きいほど強いのが湧きます。じゃあ大でしょ、はい、いっちゃいますか、うん、あこれでスタミナを消費して、ね、はい、ボスを出現させることができると、ね、なるほど、はい、いけ、あ出てきた、おお、カオスブヨッピーレベル100きた。レベル100なのはですね、はい、これちょっと大人の都合で強くしちゃってるんですけども、うんうん、はい、本来はレベル1からスタートするので、あ、よかった。ただ HP120 万とかそうするんですけど、レベル1から倒すごとにどんどんレベルが上がっていく、上がっていくと、はい、でそれでポイ、手に入るポイントも増えていくといった感じですかね、うん、はい、いっていいですか、いっちゃってください、はい、うん、いきます。さあいくぞ野郎ども、うん、置いたいと思います。アサルトアタック、でも使うよ、もう使うよ、そういうこと、すげえ、お、制限時間があるんですね。ほんとだ、3分なんで、うんうん、まあ、なかなか
このレベルになってくるとちょっと倒しで、はい、何が出るの？ガード。え、強くない？強い。ちょっと待って。ちょっと回復。お、回復量強。強くない？ちょっと、マカベさん死んじゃうから。マカベさん守る俺は。はい、ピリカチの弱点はですね、トじゃないですか、シャツ、はい、シャツと、風ですね、魔法ポイント、おぉ、あ、やばい、よしよし、風属性の装備してますね。そうなんですよ、これ、はい、今回初登場の、はい、防水の杖という、この杖で、接続性弱点をついていくと。ついていく、ちょっと待って。で、ウィザードが、はい、あとレンジャーが装備してる。あ、はい、あ、レンジャーが。レンジャーが。あとでちょっと装備して。はい、そして、コンティニューできないんですね。そうなんですね。はい、本当だ。何が出ちゃうのかな。何？ちょっと。すごいの出てきた。ちょっと。うわ、でもちょっとなんか自分も結構強え。あ、さすがにやられちまった。うん、これ強いよ。強い。だってさ、120万とかだ、まだ118万あるからね。まだやってないぐらいですか。ああ、全部散りました。さすがにちょっとレベル100になるとなかなか、パーティーもまあまあそこそこ、はい、うんうんうん、鍛えては来てるんですけども、そうですよね、うんうん、はい、で、ポイントを今回はいやることしました、今4000ポイント、ギルドメンバーと一緒に今来てるので、はい、その分が、はい、ポイントのボーナスとして、ね、パーティーギルドメンを、入れてるってことですね、はい、はい、これは救援要請というのが分かるんですよ、はい、ちょっと助けてもらうをしてみましょう、はい、してみましょう、うん、そうしました。で、はい、これいきましょうか。はい。じゃあ、救援要請をして救援を受けて、ギルドが受けてくれたと。そうですね。はい。と、はい、いう状態です、ね。はい。結構 HP も削ってますんで。うん、削る。あ、じゃあやってみてもいいですか。ゆめさんじゃあお願いします。はい。頑張ります。うえ、ワンパン。そう。強い。強い。ああ。やっぱこの。あ、でも救援来てないよ。救援ですね。来ない。お、あ、ここから来る。もう行政中だったんで、やってくれるんですか。やったー、やったー、イエーイ。24万。え、これ今までのギルメンたちの積み重ねが、あ、ここに揃ってるんですか。ちょっと僕にはよくわからなかったんですけど、やった、負けてても勝った。ランキングが、はい、こちらはですねリアルタイムではないんですけども、うんうん、まあ、大体30分おきくらいには更新されていきますので、うんうん、今自分が累計でどれくらいになってるのかなというのはこれで、はい、うんうんうん、個人とギルドでランキングが分かれていると、はい、分かれております。そうですね、まあ、ここですね、はい、気になるのはやっぱ報酬じゃないですかね。うん、気になる、はい、うん、はい、これは1位の報酬ですね、はい、うんうん、いや、もう見ただけで豪華なの、うん、これがさっきの称号ですね、妖精ちゃんの称号、うん、1位だけの、へえ、1位だけか、欲しくなっちゃいますね、うん、ですね、あと目玉がアサルト小説、はい、これですね、はいはい、これはですね何になるのかというと武器に交換することができて、うん、なんとできてですね、はい、こちら星5の、はい、星5のこのなんかまがまがしいですけど、そうですね、闇系のスキルを持っていて、全部でですね今5種類ですね、うん、剣と弓と、はい、これは短剣ですね、うんうん、あと杖と爪ですね、今回遊びできる、うん、でこれはさっきのアサルト小石と交換することできるので、はい、好きなのと好きなのと、ほうほうほう、で今自分がついてるジョブに一番合ってる装備を選ぶことができます、あ、嬉しいですね、うん、これでもやっぱあれじゃないですか、レアだから
全然あのトップレベルトップの人しかもらえないじゃないですか、そう思うでしょう、はい、それがですね、はい、これは割と2位か10位でももらえる称号はね、これもちょっとね、1位とはまた違いますけど、これも可愛いな、これもらえる、100位ももらえる、500位、500位でももらえる、1000位、1000位でももらえる、2000位はもらえない、ないかと、なるほど、思いきやですね、思いきや、あのさっき申し上げた、はい、5つの装備のどれかと交換できるのはさっきのところまでなんですけども、はい、このアサルト確定権というものは、はい、これ使うとですね、うん、さっきの5個の装備のうちのどれかが当たるガチャが引ける。ランダムで当たる。ランダムで。へえ。当たるんで。はいはい。あ、じゃあこの順位でももらえると。まだチャンスはあります。へえ。これ2000、3000。おお。3000でももらえると。おお。あ、ここまでですね。3000まで。なるほどなるほど。でここからはもう、はい、1枚だと交換できないので、うん、集めるとさっきの確定権にもらえると。結構あの、はい、チャンスはありますね。1回だけで確定するのはさっきの1000位まで、うんうんうん、で、まあ、自分の欲しいものとそれできるのは決まってしまいますけども、はい、でもランダムとはいえ、いえ、うん、武器がもらえる、まだまだ、はい、欲しいですね、どれくらいの強さかっていう、お、それ言っちゃっていいんですか、ちょっと、はい、はい、気になる気になる、うん、あら、これ2回攻撃ですよ、うわ、出た、またみんな大好き、うん、ランツクネ人じゃないですかこれ。ランツクネ人。魔法版ランツクですね。へえ、魔法版ランツクネ人か。429%で2回なんで、はい、うん、まあ、かなり強い。強いですね。灼熱とちょっと比較してみても、灼熱持ってるんで。500%ですね。うんうんうん、で、まあ、1回攻撃。1回。なんで、かなりかなり。へえ、しかもやっぱチェーンが稼げるっていうのは。そうですね。はい、だいぶいいですよね。ぜひ、はい、ウィザードに持っていただき。たいですし、はい、今後ですね、ちょっと別になんか新情報ぶっこんじゃいますけど、はい、上アクションをですね、うん、全体的にちょっと強化しようかなと思ってまして、で例えばウィザードって、ダブルキャストを持ってると思うんですけども、うんうん、結構確率抑えめなので、はい、なかなかお目にかかれなかったと思うんですけどね、うん、なんでまあ本当はウィザードやりたいんだけど、うん、プリストに持たせて遊んでる方もたくさんいらっしゃる、もうちょっとウィザードはウィザードのなりの、アイデンティティも出したいなっていうところがあってですね、うん、ちょっとダブルキャストの確率を上げたり、うん、はい、なんかしちゃったりしちゃったりと思ってます。これはちょっと今のうちにウィザード育てた方がいいんじゃないですか、はい、各条もちょっといろいろ調整して、特徴をですね、より濃く出して遊んでいただけるようにしようと思ってますので、これ12時からではないんですけども、はい、このアサルトバトル終わった後に、うん、順次ですね、順次アップデートしていきたいと思っております。ギルドですね、はい、今後、まあ、楽しんでいただきたいなと思うんですけれども、結構ユーザーの皆様から声が聞くあるのが、うん、コミュニケーションをもっと取りたいという声をいただいてまして、はい、でちょっとですね、非常に申し訳ないんですけど、このイベントには間に合わないんですけども、うん、その後にですね、今準備しているのが、はい、ギルドの、まあ、掲示板機能を使います。で、掲示板といってもですね、ここをチャットに近いような使い勝手で、ただリアルタイムにログが流れるわけではないんですけれども、うん、もう伝言であったりとか、例えばこういうイベントでのなんか協力の試合だったりとか、うん、まあ、ジョブの構成をこうしようだ、しようだとか相談したいとかっていうことをできるように、ちょっと実装していきたいなと思ってますので、はい、そちらもぜひぜひ楽しみにしていていただければと思います。ギルメンがその今このジョブ使いたいから変えてとか言えるってことですね。そうですね、あ、それはありがたいですね。ちょっと脱線しちゃいますけど、はい、せっかく今見えてるので、はい、さっきの杖ですね、はい、モフの杖という、これサイクロンって言ってですね、うん、これ全体攻撃なんですよ。全体だったんだ。そうだったんだ。全体の風魔法なんで、アサルトバトルでも非常に有効ですし、うん、あるいはですね、経験値ダンジョンみたいな、うん、あそこ風属性の弱点なので、そうですね。今風の装備ってない、あんまないんですよね。あんまないんですよ。はい、あ、これいいな。しかないんで、うん、
これを持っていくとかなり楽に楽ですね、攻略できるように、欲しいね、自分も欲しいです、うん、欲しいですね、ちょっと当たるまで、うん、当たるまで給料会社に返そうかなと思って、はい、循環していくそう、ね、ここで経済が回っていくさっき、はい、パーティーメンバーが持ってた、はい、うん、あ、これも風持ってるのも風の弓手ですね。おお、707%、これ超強いです。3体強い、単体でこの威力、はい、まあ、レベル3まで上げてはいますけど、はい、うんうん、しかも射撃ですから、さっきの、さっきの、はい、ブヨッピーには一番大ダメージを与え、うんうん、風の射撃ですもんね、射撃は、はい、うん、おお、今説明した 2つは、うん、あの12日から、発売予定のガチャで、はい、当たるものになっております、はいはい、というわけで、15日から、本戦が始まらされたバトルですね、皆さんも頑張って、報酬もいいものを手に入れていきましょう。というわけで以上でいいですか。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。さよなら。